不倫食堂っていう漫画あるの今、はいはいはい、めっちゃ面白くて。不倫食堂知らないですか？不倫食堂って今までのグルメ漫画、うん、あったでしょ、はいはい、ミスター味っ子や、はいはい、おいしんぼやあるじゃないですか、はいはいはい、僕それも好きなんですよ結構ね、うん、でそれのいいところってやっぱりその読んでて、うん、すごいその細かい説明が入ってさ、はいはいはい、これは何々の魚類の出汁から取って、うん、あの黄金に輝くスープ、うん、一口食べればうまいうまいみたいな、うわめっちゃうまそうやな食べたいなとか思うやん、うん、で実際出てくる実際ある店が出てきたりとかして、うん、いやここ行きたいなと思ったりとか、うん、っていう楽しみ方があるやん、うんはいはいはい、でも何か俺はそれ物足りなかったの、はいはいはい、それ読んでてもちろん面白い面白いんだけど何か物足りなかった、はいはい、でその不倫食堂っていうのはそれを全部叶えてくれるというか、うん、不倫食堂は既婚者のその主人公がいんねんけど、はいはい、こういろんなとこ出張行ったりとかすんのよ、はいはいはい、営業行ったりとかすんねんけど、うん、それ土地土地でこいつは絶対一番うまいものを食べたい、うん、もう絶対それが生きがいやね、はい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 、なグルメなそうそうそう、うん、で、土地土地行って調べて、うん食べに行くやんか、はいはいはい、ほんなら食べに行く先々で、うん、あの絶対女性と出会うのよあね、不倫関係になるってこと？ね、うん、出会うでしょ、うん、でこうラーメンとか食べるじゃないですか、うん、でその説明が入んねまず、うん、グルメ漫画っぽいその、うん、美味しそうやなって思う説明が入んね、うん、でその次の描写でその女の人がそばすする、うん、その口元の超アップとか、うん、舌出てんのとかなんかグッてアップでそうそうそう映んのよ、うん、でそれを主人公が見てまうねん見てもね、はいはいはい、であのラーメンでそっからだんだんシフトが変わってくんだよ。せっかくあのラーメンを食べるつもりで来たのに、なぜこんなことにって言ってもうホテルでその女の人とエロいことしてるシーンに。不倫メインの漫画なの？いやもう五分五分。五分五分なんや。そう。でどんな流れでっていうのもあんねんけど、はいはいはい、絶対不倫すんねん最後に。絶対そういうことなんねや。絶対不倫すんねん。あ今回はせえへんだわないねん。期待は裏切らへん絶対に。ああもうそんなんさ、うんまあ、最初は分からんけどさ、うん、もう読んでたらもうそれ待ちみたいになってくるんじゃない？いやこれのね良くないところはもうねグルメよりやっぱり、うん、食欲より性欲って上回るやん。上回る。だからグルメシーンバラバラって。絶対そうなる。絶対そうなる。でもやっぱり我慢してあの読んだ方が面白い。あそうそうそう。でああやめられない不倫食堂っていうのが入って。